こんにちは。今日は、黒松の曲げ付けをやりたいと思っています。1月頃に、ミショートレイからそれぞれ鉢上げして、ザルバイオを目指してやってるやつです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、23本ぐらい、ここにはあります。ちょっと針金で固定しといただけで、全部まっすぐなんですけど、ちょっと落ち着いてきているので、これを、まあ、2月、3月か、3月頭、しっかり曲げて、いきたいなと思います。しっかりは曲げないことにしています。はい。と言いますのも、今回は、畳み込みもいいと思うんですけど、ちょっと、針金掛けの練習というか、単調にならない針金掛けをするにはどうしたらいいかなって考えていて、気づいたのが、ひらがな、もうラリルレロ、ラリ、ラリルレロを、手本にしたらいいんじゃないかということになったので、実践してみようかなと、そういう動画にしようかなと思ってます。これです。これ、いっぱい練習したけど、なんか、カチッとしたラリルレロじゃなくて、ちょっと崩したラリルレロをイメージしながら曲げたら、単調にならないんじゃないかなと。はい、どうしてもなんか、慣れないうちは、単調な、こう、螺旋状になって、よくホームセンとかで、売ってるやつになっちゃうんですけど、もうちょっと一味違うやつ、素材をですね、作れたら、また楽しみも、増えるんじゃないかなと思ってます。試しにね、一本やってみようかな。ちょっと細めのやつから攻めてみるか。これにしようか。これにしようか。これね、これですよね。じゃあね、ラリルレルのね、ですね、ラにしてみましょうか。ラ。崩したら、ラをイメージしてみましょう。ちょっと太いかもしれんけど、これにしよう。あんまり無理したらいかんとは思うんですけど。ピンチ忘れた。ちょっと練習でね。で、ラだもんね。ラ。普通やったら、こう、まにゃまにゃってなるんですけど、ラ。ラを意識してみ ましょう。はい。あ、ペンチだ。やっぱペンチいるわ。ラだから、ラはちょっと下の方は少しふっくらしてる感じですかね。ふっくら。ラ。こう来て、一回立ち上がるのか。大丈夫、ちょっと待っててください。ラそうですね、次は、ラやったから、リにしてみましょうかね。リ。この針金掛けはもう好きなように今曲げることができてますけど、これがもう少し太かったり、もう癖が常についてるのは、その癖を活かしたやっぱ静止画ね、やっぱりいいと思うんですが、こういうもうまっすぐな素直な木ですから、もう好きなように今回は曲げていきたいと、曲げられると思ってます。リを頭の中で描きながら、リね。リ、今リの、こうなって、こう、リーで、リーですね。針金の向き、もう少し考えながら。リ。しかも、この細いのはね、かなり、柔らかくて曲げられるので、多少少し裂けるぐらいは全然大丈夫なので、苗木のうちにこういうふうな基本の形作っておくのが、一番簡単。はい、これリーです。リに見えますかね。リ。これはちょっと文人になりそうですね。リ、完成。リ、完成。ラー、ラー、リ。リ、次はルか。次はル。ルーってやつかな。ルー。なんかそんな感じに作りたい。作りたいですね。ルのくるってなってる部分が必要だから、ここが巻いてるのかな？根元が巻いてる感じにしてみましょうか。ル。ルを目指して。
る、る、る、こっちに出て、それで、また戻ってくるのか。戻ってきて、この輪っかのる、輪っかのるができると。で、ここが、で、返し、こうのところの、ここですね。ここを意識して。で、ちょっとここは起こすと。うの、ちょん、頭のところ起こすと。うん。はい、できました。る、るです。るっぽく見えます？るですよね、これ。る、うん。畳み込みに近いるができましたね。はい。うん。言われですけど、もっと難しそうなの。お題が出てきましたね。でもなんかこう、自分の針金過去の癖とはまた違う、いつものやつとはまた違うものができて、結構面白いかも。これは、日本語だけじゃなくて、アルファベットを崩したような感じで作ってもなんか良さそうですね。例ね。例は、例って感じ？こう、ちょっとこういう風になってんのか。あ、なるほど。ちょっとわかったかも。まず、ちょっとこういう風にして、で、まあ、起こして、起こして、こう来て、形としては、ここで一回、畳むか。うん。下げて、長さが足りなかったかな。でね、すると。なるほど。うん、止め跳ね払いの羽を作ります。うん。例はこうなりました。こう来て、こう、ここのこれがないけど、ちょっと難しかったな。でも、例を目指して作るとこういうものになりました。例にはならんかったけど、少し針金の向きとかも加味した修正を加えてみます。例をもとに、針金の方向とかも考えて、こういうものになりました。で、例はもう再挑戦ですけど、こういう感じ。うん、次は、ロですね。ロ。こうですもんね。ここが盆栽的にどうなのかと思いますけど、まあ、それでも、もうやってみる価値はあるかと。そういう期待ってあるんじゃないか、という考えで、ロを作ってみます。ロね。ロの今この輪っかのところを作りました。それで、結構ロのこの立ち上がるところは鋭角に上がってますよね。割らないとロにはなんないので、それを考えながらの。こう、若い苗は結んでも平気なくらいの柔軟性があるので、できちゃう。まっすぐやや結構。はい、ロできました。ロですね。うん。こういうのはね、ここがいいかどうかわかんないけど、ロはロなんで、で作ってみました。うん、ということで、はい、ら、り、る、でじゃないで、ろと、ひらがな使っての静止やってみました。まだたくさんあるから、これにのっとってやっていきたいと思うけど、ら、うん、りとかるは結構面白いですね。でも、参考にして作るとなんか予想もつかないものができそうな感じがしました。ロもなんかあんまり普段自分がやらないような形なんで面白いですね。ちょっと複雑なやつでもう一個やってみたいパターンがありました。フをやってみようかな、次は。フはね、なんか盆栽時計で言うと模様着なんでしょうかね。両方になんかちょんちょんってあるから、
そうなってくると、やっぱり小枝が必要ですよね。ここにちょんちょんってつくやつ。下枝とかね。難しい感じはするけど。これは負をイメージ。ここに枝があれば負になりますかね。そういうことで、なんやかんや、ちょっと用意してた、20本近い松は全部、ラリルレロコース、ラリルレロ作戦で、楽しく曲げることができました。いっぱい黒松ある人いたら、ぜひ参考にしてくれてもいいと思います。今日の作業はこれでおしまいです。